はいえじゃあ今日読谷何でも調査団でこちらのお店に来ております、えー、ヤンバルワカドリで有名なローストチキンの大将ジュニアさんに来ておりますこんにちははいこんにちははいじゃあ自己紹介の方お願いいたします、はい、えっ、ー、とヤンバル若カドローストチキン大将ジュニア上原ですはいはい、えー、上原さんあのこちらのお店、えー、できてもうどれぐらいになりますかえっと二月なので去年のもう一年ですねはい一年経ってみてどうですかいかが変わりましたいやいや もうおかげさままでありがとうございますあのお聞きしてますけれども、あのクリスマスの時の500本伝説、あれどうでしたうーん、まあ、一応、去年が、昨年が300だったので、目標は一応500っていうのは、うん、やってたんですけど、うんと自信がなかったんですけどね、おかげさまで。 達成でできままました <laughs> ありがととううごござざいいすすおめやっぱり 500, 個500本といえばねなかなかこう達成できる数字ではないと思うんですけど達成した時はもうすごかったですねやっぱりあのやっぱり充実感ですよねまた来年に向けての目標ができてくるからうんうんうん。 これ500本買っていたお客さんの中で今も来てくれるリピーターさんいらっしゃいますかもちろんあの今日もそうだったんですけどあの美味しかったというそれが一番やっぱり励みになりますね、はい、やはりこのローストチキンという、ね、あの名前もこう看板に入れての、えー、この自負のある商品だったと思うんですけれども一番の売りはこのローストチキンはなんですかねここれはもうヤンバルそこですねあの,県産のブランド うん認定証の付いたあの若鳥を使っていますはいあの CM にも入っている肥育日で四十五日以内の若鳥ですねはいはいはいそうですそうです <laughs> はい <laughs> あの、えー、このねローストチキンの方も売れたということで、うん、え他の商品のラインナップ結構すごいですねえとですね最近はちょっとあのローストチキンの他にもノンフライチキンとあの大きな稲稲鶏稲荷 シンプルなんですけども、それも結構出ていますあの僕、個人的には、この稲荷とチキンのセットの300円のやつ、かなり買わさせてもらってます <laughs> はいそうですね、あの小腹が空いたときとか、ちょっとしたあの女性にはね、あのお昼、これ、十分1食賄えるんじゃないかなという感じしますね,あの、まあ、ね300円という値段設定でやってますので、はい、よく出ています。<laughs> はいえー、じゃあ今日ですねこちらに行きましたローストチキンの大将ジュニアさん、えー、最後にですね、えー、観光に来られている方でえあのぜひこのうちのチキンいいよみたいな感じのアピールをよろししくお願いいたします、はいえー、とやっぱり、あのー、この県産の鶏を使っているところで、あのー、ニンニクたっぷりの、うんえー、ですのでぜひ、あのー、観光の皆さんにも召し上がっていただきたいですね。はい はいじゃ今日は、えー、大正ジュニアさんにお越しい、えー、あき,きまして、えー、インタビューの方受けていただきましたありがとうございましたはいありがとうございます。